いいよ、我が国の王子。ありがとう、ありがとう。勇敢な王子がいる限り、サマディ王国の未来は安泰だ。さあ、ファーリスよ、民に言葉を。皆さんの声援を力に変えることで、この通り砂漠の殺し屋を倒し、捕らえることができました。ありがとう。今後もこの国の王子として、よりしょ。みんな慌てるな、俺たちには王子様がついてる。お、お、確かにファーリス王子がいれば安心だ。王子、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 王子。どうしたファーリスよ、お前ほどの実力があれば問題なかろう。民の期待に応え。父上、僕には無理です。はい。決したる者、信念を決して曲げず、国に忠節を尽くす。必死たる者、どんな逆境にあっても正々堂々と立ち向かう。そう、あなたは騎士の国の王子。卑怯者で終わりたくなければ戦いなさい。僕は騎士の国の王子。やればできるじゃない、かっこよかったわよ。あなたは、いい、騎士の国の王子様なんだから、いかなる時も騎士道を忘れちゃダメよ。あ、待ってくれ、騎士道に深い理解があるようだが、そなたは一体何？ただのしがない旅芸人よ。母上、というわけでレースを走ったのも、魔物を捕らえたのもこの方だったのです。顔を上げよ、ファーリス。わしたちはこれまで等身大のお前を見ずに見合わぬ重圧を与え、謝らなければいけないのはわしらの方やもしれん。これからは妻と共に観光。だが、先ほどの戦いで見せた勇気はなかなかのものだったぞ。防戦一方とはいえ、
騎士の国のあの勇気があれば、いつかはお前の目標であるデルカダールの猛将グリーグ殿の。グレイグって俺たちを追ってた。ところで父上、一つお願いがあります。ここにいる皆さんは虹色、お世話になったこの方たちに国宝である虹色の枝を差し上げてもよろしいでしょうか。虹色の枝か、そいつは無理だな。行商人に売り払ってしまう。虹色の枝を売り払ったですって？あれは国宝ですよ。どうして売ってし…バカモン、なぜ今年のファーレス愛があそこまで豪華にできたと思っている。全てお前のためにやったんだぞ。そんな…すまないことをしたな、旅の者よ。虹色の枝を売った行商人だが、ここよりこれを持っていけば西の関所を越えることができる。ダーハルーネで。すまない、虹色の枝のことは代わりと言ってはなんだが、サマディの騎士が使う伝統的な修行道具、このボウガンで遠くにいる魔物を撃つと怒って近寄ってくることがあるんだ。うまく使えば効率よく戦いの結果。君たちには本当に世話になった。何か困ったことがあったらまた、この僕がいつでも力になるからな。Thank you.
待ってたわよーん。はーい。げ、何しに来たんだ。まだ俺たちに用があるのかよ。よっ。はっ。もう決まってるじゃないの。私もついていくわ。命の大樹を目指す旅に。そして邪神ちゃんを倒すのよ。おいおい、冗談じゃねえ。いきなり出てきて何言ってんだ。うん、もちろん遊びでついていく気はなくてよ。旅芸人として世界中を回ってたくさんの笑顔と出会ったわ。でもね、それと同じくらい魔物に苦しめられている人たちの、私の夢はね、世界一大きなホールを建てて、そこで盛大なショーをして、でもみんなから笑顔を奪おうとする邪神ちゃんがいたら、その夢も叶わなくなるじゃない。だからあなたたちの旅の目的は私の旅の目的でもあるってわけ。やれやれ、相変わらず強引なやつだぜ。で、あなたたち、とりあえずこれからどうす。命の大樹への鍵となる虹色の枝、その枝。うん、なるほどね。でもあそこは港町、もう船に乗って海に出てるかもね。そしてそうですね、その場合は定期船を乗り継いでいくしか。ダメダメ、定期船なんかじゃあまりにも時間がかかりすぎるわ。それじゃあどうしろっていうの。船で行けばいいのよ。自分たちでそう、私が持ってる船。この船、お借りしてもいいですか？もちろんよ、仲間じゃないの。それじゃあ、私の船が泊まっているダーハルーネに。ダーハルーネはここより西。さあ、シュThank you.
覚悟しな。俺たちの勝ちだ。